YouTube でここで喋ってるやつ、小糸さんと喋ってるやつ。ああ、ありましたね。同期の。はい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 。あの、びっくりしました。年齢が一個上ですね。小糸さんの方が。そうなんですね。はい、タイゾーの方がでかいけど。スカウトタイゾーの方がでかいけど。あ、なんか。なんか、ね、はい、上でもジム行ってる人がね。YouTube 見ましたね。誰の、どこの人、僕 YouTube なんか乗るような、そんな選手違いなのとか言って、いや、俺帰って見てくださいよって、みんな見てたら、戻ってない。あんなベタベタ喋れてる。あれ、いいお話でしたよね。はい、どうですか、あれは永久保存版だったんですけど。はい、なんかもう、なんか恥ずかしかったですよ。あれってやっぱり不思議なものですね。なんかこう、マイク持ってたら絶対喋ってない。こうやって持ってたら絶対喋ってない。こうやって感じでね、タイトはこんな感じでね、はいはい、こういう方もいてはって、でまあまあ、まあ、世間話的な感じで食べてたからね、はいはい、熱弁してただけましたけど、あれマイク持ってからあれの10分の1も喋ってるんですよ。いや、マイクでも喋られてたんですか。でもあれは本当にね、いいお話ね、はい、させてもらいました、ね、やっぱあの場に同期の2人がいらっしゃったっていうのはやっぱでかかった。そうですね、まあもう今季最後なんですよ、1、2半もう、まあ、もうでもまあもう1回、1回ぐらい点数取って上がりたいなと思うんですけどね、まあまあ、あんまりでも大きい声で言いませんけど、まあ、心の中では、まあ、でも来年からチャレンジなんで、またまた演技でね、刺激になって、まあ、にしろ悪いにしろ、もうこの年なんでまた緊張の、またドキドキするんかなみたいな、まあ、それはそれで、警報に返してますね。はい、頑張りたい。まあ最後言いたくないですけど、今回3日間頑張ります。はい、どうも、はい、すみません。